ビタリ・ビクタラビチ・ラジボナウは、ベラルーシの元サッカー選手。元ベラルーシ代表。ポジションは FW。ロシア語読みのビタリ・ロディオノフの名前でも知られている。ロコモティブ-96ビーツェプスクで選手となり、2003年に FC トルペドベラーズジョジナに移籍した。57試合に出場した後、2005年に FC バテ、ボリソフに移籍。2009年1月10日に買取オプション付きの半年のレンタル契約で SC フライブルクに移籍したが、買取オプションは行使されずにバテ、ボリソフに復帰した。2012年5月24日に行われた FC ミンスク戦でベラルーシプレミアリーグでバテ・ボリソフ移籍以降57点目を獲得し、バテ・ボリソフの選手として同リーグで最多得点を記録していたビタリ・クトゥザウンの56得点を上回った。同年9月19日に行われた UEFA チャンピオンズリーグ2012から13グループリーグのロスクリールメトロポール戦で1得点を上げて3から1でのアウェー勝利に貢献。この勝利は同杯グループステージでクラブ史上初めての勝利であった。10月2日に行われたFC バイエルン・ミュンヘン戦でも1得点を挙げて3から1の勝利に貢献した。2007年8月22日に行われたイスラエル代表戦でベラルーシ代表初出場。2008年9月10日に行われた 2010FIFA ワールドカップヨーロッパ予選グループ6のアンドラ代表戦で代表初得点。代表での得点一覧。ありがとうございます。